じゃあで今日はですね、これはちょっとあのお札のマジックって一番結構人気があるんですよ。で今日は人気があるマジックをやってみたいと思うんですが、じゃあですね、ちょっとすみません、こちら持っていただいて、はい、はい、じゃあまあ本物かどうか調べてもいい、調べます。大丈夫です。これをこういうふうに僕が手に組み浮かべた。はい、じゃあそのまま話してください。今はまだ何も起きてます。今から僕のこの手からですね、超音波が出ます。超音波。自分の一枚がどうなった。超音波です。そうするとどうなるか。あ、本当だ。今ちょっとくっついてますね。すごい。で浮かすのはですね、もうこちらにすごい専門の方がいます。ちょっと今日もう最後にもうちょっと違うのをやってみたいと思います。実はお札のマジックで一番多いリクエストって何だか分かります？増やしてる。お、なんて言うの？増やしてる。増やす。そうなんです。お願いします。増やしてる。最高ですね。ただもう僕はいっぱい増やしてます。いっぱい2倍だったらできます。あ、2倍ですか。まだ今1枚ですね。ちょっと触ってみてください。1枚です。大丈夫ですか？はい、はい、今これが倍に増えます。よく見てください。おお、これ持ってもらっていいですか？いや、すごい。僕の1万円が。あ、こっちだけ持ってる。はい。おお、いいよ。2枚に増えました。以上なんですけど。まあ、ただこれなんでね。僕はあの、まあ、2枚ってあの金額が増えると言ってなかったので、実は今日は、いや本当は実はですね、これを元に戻すっていうマジックをお見せしたかった。それで今日は自由が出てきたいです。じゃちょっとお手伝いいただいてもいいですか？ちょっとじゃあこちら側に来ていただいて、はい、今じゃ あの打ち合わせとかしないですよね。はい、でここに1万円札が今半分に破れた状態であります。じゃあ同じようにやってください。もしこれ失敗するとあの連帯責任です。はい、いきますよ。じゃあここから上にまず折ってください。はい、見えますね。はい、それをまた横にこうやって折ってください。折りました。でまた下から上にこうやって折ってください。今これそれぞれを八つ折りにした状態です。こんな感じ、置いてください。はい、で今この、どちらかまだ2つに分かれてますね。どっちか1個指さしてもらえますか？はい、でそれをあの取ってもらって、はい、皆さんにまず見せてください。まだ半分ずつあります。じゃあ選んだ方をしっかりギュッと握っておいてください。握りました。はい、そのままですよ。でこっちの半分は、ですね、このちょっと魔法の紙を使ってこの中に包みたいと思います。これはまあ紙ですね。さあでは行きましょうか。ちゃんと入ってますね。これをこうやって折っていきます。ちゃんと入ってるの分かります？折っていきます。そしてここちょっと触ってもらって、ここに硬いのが入ってるのがあるんです。こっちから触って分かりますね。はい、では今からですね、あ、今日はそうだ、ライターじゃなくてこれ使いました。はい、しっかりいいですか？いきます。消えましたね。消えましたね。
消え、これ今間違いなくさっき半分入ってましたよね。それが消えてしまいました。これ消えてなくなったんではなくて別の場所に移動するんです。どこに行ったと思います？そこですか。お、何か感じました？感じなかったちょっとゆっくり開けてください。はい、じゃあ皆さんに開いてみてください。開いていいですか？はい。ごめんなさい、あれ半分ついてないですしっかり握ってました。はい、しっかり握ってました。しっかり握るとちょっと入らなくなっちゃうごめんなさい。普段は戻るんですけどもたまにこういうことがあるんです。大丈夫です。ですね、実はまだここに戻ってこないだけでここら辺にまだあるんです。それを入れる、ね、道具があります。昔からマニちゃんがですねお札をねこう元に戻す道具っていうのがたまたま今日は会場にそれが置いてあったので、これちょっとお借りしてしてきました。ちょっとこれを取ってここに置いてもらえます？これ？はい、はい、置いてそれ、はい、いいですか？それ、はい、それでいいですか？じゃあと2個これじゃん。これでもいいですけど、どっちこれ使います？じゃあ、3、じゃあ合計3個合計3、それでいいですか？はい、これで。さあ、では、せっかくですから、いろんな方にお手伝いいただきたいと思います。3つあります。はい、では、右手で1個取ってもらって、はい、で、左手で1個取ってください。よく調べてください。何もないです。何もないですね。はい、何もないですね。これは、今触りました。僕は触ってます。触りませんが、今残った1個だけ残りました。実は今はまだ普通のオレンジなんですけど、入りましたすいませんが、ここにですね、ナイフがありますので、すみません。これでここを見えます？見えないからちょっとこれですね、僕触ると怪しいので横にしてもらって、ここをこういうふうに切ってもらって、全部切っちゃっていいんですか？はい、はい今切ってもらってます。そちらはちょっと見えないかもしれませんが、切ってもらってます。で、全部切らないで回しながら切っ てくださいね。はい非常に気合いが、はい、なかなかね、普段そんな感じで切ることないですね。はい、ありがとうございます。そのままですよ。そのまま上に持ってって、後ろの方も見えるように上に持ってって、そのままそこでちょっと回転させてパカッと開けていただきます。見えますか皆さん？ここに何か見えます？ちょっとじゃあゆっくりそれを出していきます。入ってる。入ってますね。それを開いていただけますか？しましょう。半分入ってる。半分です。はい、ちょっとすみません、おしぼりをお借りしてもいいですか？おしぼり。で、これが今半分入ってます。さっきこれがずっと持っていた片方です。ですか？濡れてる方がいいですよね。あ、濡れてる方がいいんですか？あります。あ、それを濡らしてもらっても大丈夫です。さあ、いいですか？